合わせて頑張りたいと思います。未来に向かって乾杯。乾杯。おめでとうございます。優勝ちゃんすぐ分かりましたか。おめでとうございます。ありがとうございます。もうわざわざお越しいただいて。もう生まれも育ちももう歩いて 2,3 分とかなんですよ私。あ、だから もちろん昔 の、 江戸川橋からもうそれは同じ区内として、はいはいはい、もう十分存じておりますけど、もうもっと近くなりましたですね。そうですね、やっぱこれも縁だね、嬉しい会社。それでまたものすごいあの便利な利便性があるところで、丸の線から、JR から、そう都電の目の前ですからね、うん、いや、本当に素晴らしいところです。おかげさまで、もう、はい、待って待って、なかなかなくて、はい、1年半ですもん、探して。あ、そうですか。最高ですね、本当に素晴らしい場所。地域の方にもこう、ね、結構知られてる場所でね。でね、今日もね、豚汁を作るのに、南大塚味噌そう、味噌カリそんなのもいろいろあって事務所が上とかいや、隣は奥に事務所で、隣は公園室で、もう全部一緒にして、で、音に関しても都電も走ってたりとか、皆さんご協力的で、おかげさまでね、やっぱ音と天井がね、今回これをクリアされて、なんかいろんな有効利用の仕方も、ね、考えてらっしゃるみたいな。そうだな、なかなかね、リンクに上がる機会もないので、リンクを貸して、皆さんセミナー教室やったりとか、やっぱイベントでここを貸したりとか、トークショーやったりとかね、やる方もいらっしゃるとか、ね、隣の文京、まあ、私この間ありがたいことに、クイーンの方に、はいはいはい、文京区の方は、それこそ、来年ぐらいから全中学校で柔道が義務教育化されるんですよ。そうだもんね、武道必修化で ね、すごい力入れてますから、まあ、豊島区は、まあ、豊島区であるんでしょうけど、またね、そういった中でいろんな活動させて、ね、バトさん、もう一回出すときは政治家の道はもう、まあ、いやまだまだこれからどこかでリベンジはね基本はリベンジだよ、ね、そういう意味で政治信条は違うかもしれない、連携もできない、まあ、私 も大失敗がありまして、よりもっと地域のめちゃくちゃ国からやりまして、そうですね、まあそれはもうそれでも経験者で、うん、もっとそれを、目指していただきたいですけど、西村さんもぜひセミナーをね、ここで開かせていただければいいと思います。ねえ、機会があったら、はい、ぜひ。西村さんが教えることもできると思うんですよね、LAPW のセミナーですね。またそんな機会があったら、ね、みんながみんなクラシックスタイルになっちゃいますけど。そういう部分も必要ですわ。ねえ。まあ、本当にこの度は。本当にありがとうございました、わざわざ。どうぞ、よろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとうございます。ごめんなさい、いろいろとよろしくお願いします。我が道、これを持って貫く。で、自分の道理を持って、信念を持ってこの道を貫きますということ。